次に平沢克也君。委員長。平沢君。自由民主党の平沢克也でございます。最初に、原発事故の関係について質問させていただきたいと思いますけれども民間の事故調査委員会、先日この調査検証報告書というのを出しました。先ほどから津村さんも見ておられますけど、この本を見てみますとですね、まあ、全部まだ全部見てませんけれども、まあ、危機管理にいかに大きな問題があったかということがルール書かれているわけで、ちなみに今日自民党にこの調査の責任者であられた北沢委員長来られていろいろお話しされてましたけれども、まあ、この報告書について外国からもいろいろぜひ欲しいという声が来ているらしいし、いずれ近いうちにこれ英文に直して全世界に配られるらしいんです。ですから一言で言えばこの中には日本として恥ずかしいなということもいっぱい書いてあるんです。しかし恥ずかしいことも含めてこれ正直に全てを出して、そしてその中で改めるところはしっかり改めていかなければならないと思いますけど、まず今日官房長官おいでいただいてますので、官房長官この本を読まれましたか。栗村内閣官房長官。平沢委員の今飾られた本、私も官邸にも実は北沢さんほかでお届けをいただきまして、で以来全部熟読したかと言われたら熟読はしておりませんが、例えば経験談があるところ、これなんかはなかなか本当に真に迫っているなということで、さっと読ませていただきました。平沢克也君。さっとじゃなくてこれやっぱり熟読甘味、これからぜひしてもらいたいなと思います。で、まあ、この中でその危機管理が全くできてなかったと、そして、官邸の現場への過剰な介入、これが無用の混乱と事故がさらに発展するリスクを高めた、こういった可能性もあるということも書かれているわけですけれども、合わせましてですね、官邸の初期対応は危機の連続であったと、専門知識、経験を欠いた少数の政治家が中心となり、次々と展開する危機に場当たり的な対応を続けたと、施設で泥縄的な危機管理であった、等々がずっと書いてあるんです。まあ、これが全世界に流れるわけですから、まあ、本当に恥ずかしい限りでございますけれども、官房長官はこういったそのところは当然読まれたと思いますけれども、こういったところを読まれまして、もう一度そのご感想をお聞かせください。委員長、藤村官房長官。東電からほとんど聞かれてないというのはちょっとそこが欠けているなという気はいたしました。まあ先般、民間事故調ということでの報告書が公表されていて、まあ、その中で危機対応に対する認識不足の問題や、あるいは情報収集伝達のあり方、あるいは首相のリーダーシップのあり方等、まあ、官邸における原発事故対応に関してさまざまご指摘をいただいていると、まあ、このように貴重なご指摘だとも思っております。まあ、政府といたしましては今一方では政府の事故調、それから国会で作っていただいた事故調などもまだ今からのご報告、政府事故調は中間報告が昨年暮れされましたが、さまざまご報告をいただく中で、やはりこれ生々しいと言いますか、その刻一刻と変化する状況に最大限対応したとは思いますが、政府や国会の事故調の委員会の報告なども含め、各事故調査委員会の検証内容や提言を本当に真摯に受け止め、教訓として今後に生かすべきものであろうと、そのように考えております。委員長。平沢克也君。この報告書の中にも書いてありますけれども、菅前総理は震災の翌日3月12日現地に飛んでるんです。でこれは周りがみんな止めたんです。これここに現地対策本部長の池田元久議員の覚書がありますけど、池田さんもこれは絶対来ちゃいけないということで止めたと。これ危機管理の上からしたらまだ大勢の方がまだ行方不明、そんな時ですから最高リーダーが動いてる時じゃないんです。やっぱり情報の一番集まるところにいて的確な指示を下さなきゃならない、
そういう時に危機管理の最高リーダーが現場に行ってしまうということは、現場の対応自体にもいろんな問題を生じますし、他のところの指示もできなくなるといういろんな問題があるわけでございますけれども、その中で池田元久議員が書いておられるのは、菅前総理の視察を終わって総理がこの時期に現地視察をしたことと現地での総理の態度振る舞いについて指導者の資質を考えざるを得なかったと、こういうことを言っておられるんですけれども、まさにその通りなんですけど、なんで私は思いますけれども、体を張ってこれはおかしいということで止める人がいなかったんですか。私は後藤田官房長官の秘書官がありましたけれども、後藤田さんは中曽根さんがおかしいというときはいつも辞表覚悟で、それで体で止めるという覚悟をいつも持っておられたんです。で、実際にそういったことがあったときには総理の方が折れたんです。中曽根さんの方が折れたんです。今回の件で周りでは今になってみんながこれはおかしいおかしい、言っちゃいけない言っちゃいけないということをで止めたっていうんですけども、それを菅さんは聞かなかったっていうんですけども、官房長官、もし野田さんがですねおかしなことをやったとき、体張って辞表覚悟で止める覚悟は ございますか。藤村官房長官。家庭の問題でありますんで、具体的に想定して何かを答えるという案件ではないかと思いますが、私は総理大臣のさまざまな発言も含めてですね、これはこうすべき、ああすべきという私なりの意見を申し上げるという立場ではございます。ただ最終的にやっぱり判断されるのは総理大臣であろうかとは思います。平沢克也君。ただ今回の件ではこの報告書に出てきますけれども、この3月12日にいやいや本来なら行っちゃいけないときに現地視察したことも含めて、そしていわば次々に内閣参与という形で、役所を信用できない、東電を信用できないということでいろんな専門家を周りにぐっと置いたと。でそういう方たちとこれを結局いろんなことを決めていったというようなことも含めていろいろと書かれているわけです。そして一番最初の時点でアメリカから米軍から支援の申し出があったときにこれを断ったと、これについては最大の問題ではないかということを言っておられたのは前参議院議長の西岡、お亡くなりになられた西岡さんでございます。こういう本来なら体を張ってこれはおかしいということで止めなきゃならないところで周りが全然動いてない、機能してないということは、また同じようなことが今日起こるかもしれない、明日起こるかもしれないんですよ官房長官。その時にしっかりしたこの覚悟がなくてこの国を守っていけるんですか。ちなみにですね、この本の中を見てみますとね、私はこれ驚いたんですけども、官邸のある職員は何て言ったかというと、この国にはやっぱり神様がついていると心から思ったんです。なぜならば結果的にはその原子炉の連鎖爆発や大規模な放射性物質の拡散といった事態にはならなかったものの、一歩間違えば大災害につながりかねない危険な状況が何度も出現していたと。要するに結果的には大きな大きな事故にはならなかったけども、なってもおかしくなかったと、それはたまたま運が良かったからだと、こういうふうに書いてあるんです。官房長官、今日起こるかもしれない、明日起こるかもしれない、こういった危機管理に官房長官そして今の内閣はしっかり間違いなく国民の生命安全を守る、その危機管理対応できるのかどうか、それちょっともう一度聞かせてください。藤村官房長官。さまざまアドバイスをいただいております。これは民間の事故調ということで、先ほどもお答えしたとおり、さまざま書いていただいていることに対して当然真摯に受け止め、提言を受け止め、そして教訓として今後に生かすべきものということはもう間違いないことだと思いますし、今後もさらに政府事故調あるいは国会での事故調などもさまざま検証していただけると、こういうことでありますが、今すぐどうかというときに、これは昨年 3.11 以降本当に危機管理に関しては政府がある意味では本当にこう考え直すといいますか、これはあらゆることを想定しながらも
常にその国民の生命財産を守ると、まあ、こういう意識、これはもう大変高まっていると思いますし、まあ、それに付随してさまざまな今検証検討、そしてさまざまな委員会等もできております、まあ、そういうことで対応していきたいと思います。平沢克也君。官房長官、ぜひよろしくお願いしたいと思いますけど、次に移りたいと思いますけど、慰安婦の問題でですね、アメリカでですね、慰安婦の、まあ、記念碑みたいなものができて、それでそれが次々にこれからあちこちに建設される予定があるということで聞いておりますけれども、今日外務省呼んでますけど、外務省、ちょっと事実関係を教えてください。外務省、中野外務大臣政務官。お答えします。ニュージャージーでは確かにですね、2010年の10月23日にですね、慰安婦の記念碑が建設をされました。それで韓国のですね、アメリカにあります韓国の有権者評議会からはですね、20ぐらい記念碑を全米で作りたいという意向があるようでございますが、現在のところはですね、その後は確認はされておりません。委員長、平沢克也君。いや、このニュージャージーにできたものですね、これはベルゲン郡パリセイズパーク市というところにできたんですけど、公共の図書館の敷地を提供してですね、そしてこの敷地を提供して、そこに軍が御影石を寄贈して、そしてこの慰安婦の、まあ、いわば記念碑みたいなのができたということなんですけれども、じゃあこの慰安婦の記念碑には何て書いてあるんですか。中野政務官。英語でよろしいんでしょうか。いや、英語じゃなくて日本語です。日本語でいきますとですね、ちょっとお待ちください。約20万以上の女性と少女が、1930年代から45年にかけて、日本軍によって、恥ずかしめを受けたと、それはいわゆる、コンフォートウォーマン、慰安婦ということでございますね。私たちは、それを決して忘れてはいけないという、そういう趣旨のことが、ごめんなさい、今ちょっと直訳してるもんですから。平沢克也君。この碑に書いてあるのは、20万人以上の女性とそれから少女が日本軍によってアブダクトされた、拉致されたと、そして大変な恥ずかしめを受けたということが碑に書いてあって、それが公の場所に置いてあるんです。これをどんどんこれから建設していくと。ちなみに今度ニューヨークにはですね、通りの名前に慰安婦の記念碑とに関連した名前をつけるという動きもあると聞いているんですけれども、今のその記念碑に書いてある中身ね、20万人以上のどうのこうのというのは事実と違うでしょ。外務省。中野政務官。20万人という数字については、特に今まで議論をされてたというふうな認識ではございません。いや、ちょっと聞こえない。はっきり大きい声。20万人という数字においては、今まで特に議論をされたということではないと思っております。平沢克也君。何言ってるか分かりませんけども、これ事実じゃないんですよ。事実じゃないことをね、こうやってどん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 こういう形で今アメリカ内で、ね、既成事実を作るかいわがごとく、どん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 観光系の団体が動いてるんです。で、この運動してる団体が言ってるのは、ナチの大虐殺とこの慰安婦の問題を同列に並べてやってるんです。ナチの大虐殺とホロカーストと一緒に並べてるんです。こういう動きがアメリカの国内でどん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 広がってる。先ほど言いましたように、もう通りの名前までそういうふうにつけようということまで来てる。そもそも外務省は今、この先ほどのニュージャージーのやつはいつ知って、これ2010年の10月23日でしょ。それを知ったのはいつなんですか。そしてその時にどういう対応したんですか。中野外務大臣政務官。
認識をしたのはその1週間10日後だというふうに伺っております。平沢克也君。それを認識してからじゃあどういう対応したんですか。中野先般、外交上のことがありますので、ちょっと詳しいことは申し上げることができません。申し訳ございません。委員長、平沢克也君。ダメです、これちょっとこんなん何を言ってんですか。外交上の問題じゃないじゃないですか。なんでそのね、こういう事実と違う文言を書いた記念碑が公の場所に置かれる、日本に対する大変な侮辱でもありますよ。で、そういったものを置かれたものを外務省と知って、そしていろいろと動くの、当たり前じゃないですか。働きかけてこれやめなさいとかいろいろ動くの。それに対して外交上の秘密もひったくれもないじゃないですか。何ですかこれ、外交上のあるというのは。外務大臣政務官、もう少し丁寧に答えてください。今の適宜検討中でございます。すみません。委員長、平沢克也君。いや、これ2010年の10月23日の話ですよ。ですから1年半前の話なんですよ。で、今検討中ってどういうことなんですか。中野外務大臣政務官。2010年の10月にですね、残念ながらそのような記念碑が建てられてしまって、その後ですね、どのような形でその先にですね、またその記念碑が立たないようにしていくのか、そういうことも含めて総合的に対応しないといけないということで今検討させていただいております。委員長、平沢克也君。ですから、どういう検討をしているんですかって、もう1年半経ってるんですよ。で、このニュージャージーにできたものも含めてどういう対応をしているのかというのをもうちょっと具体的に教えてください。中野大臣政務官。してます。そこも含めてですね、今後しかるべき申し入れはしっかりとしていきたいというふうに考えております。委員長、平沢克也。何言ってるのかさっぱりわからないんですけども、外務省やる気があるんですかないんですか。ないならないってはっきり言ってください。この問題おかしいと思ってるんだ。全然おかしくないと思ってるならこれ仕方がない。おかしいと思ってるならきちんと動かなきゃおかしいでしょ。要するに今の、ね、政務官の話聞いてると、なんか何言ってるのかさっぱりわからない。はっきり答えてください。要するに今までの外務省の対応が、ね、何もぬるかったらこれからしっかり取り組みますというならまたそれでいいんですよ。はっきり答えてください。答えられる。中野大臣政務官。現場大臣の下ではですね、しっかりと対応していきたいというふうに私は考えております。平沢克也君。まあ、よく分かりませんけど、もう次は政務官じゃなくて次の上を呼ばないとこれ 何言ってるか分かりません。官房長官、今の話聞いてていかが思いますか。藤村官房長官。本件について、まあ、私も知るところは最近ではありました。で、ただ今平沢委員おっしゃる通り、これ重大な問題だと思います。そこで、まあ、政府としてはこれ重大な関心を持ってフォローしており、今具体的にちょっと聞いている話は、ニューヨーク総領事館において、まあ、全米で韓国系が最大の割合を占めるパラセイズ市ですかにおいての誰にどのように申し入れをするのか、抗議するのかなど適当かを調査しているとは聞いております。しかるべきこれ申し入れをする考えであると、このことを申し上げたいと思います。委員長、平沢克也。官房長官がね、じゃあで今で言ってる通り、官房長官がちゃんときちんと答えてるんですから、外務省しっかり答えてくださいよ。ね、で官房長官、この問題はどんどん広がりますからね。で、こういう形で日本は悪だと、ね、ナチスと同じことを日本はやったんだという心がどんどん広がるということは、日本にとって特に在米に日本人にとっては極めて大きな問題ですし、もちろん日本の我々にとっても大きな問題なんで、これしっかり取り組んでもらいたいと思いますけど、松原大臣もおられているから、松原大臣、今の話聞いててどう思いますか。松原国家公安委員会委員長。私は一般論として日本の名誉というのは極めて大事に尊重されるべきだということを申し上げるにとどめたいと思います。私も外務省に出向したことがありますから、その立場で外務省の中野君に、言っておきます。事実でないならば事実でないということをしっかりと外交ルートを通じてアメリカ政府に申し入れるべきであります。委員長、平沢克也君。
ですから今委員長から言われた通り、しっかり対応しないとこれどん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 広がってきますんでね。ですからそういう既成事実を作られないように外務省はしっかり対応してもらいたいなと思いますし、官房長官もぜひよろしくお願いしたいと思います。では外務省結構です。これで、はい、まあいいです。もうこれで、はい、中野外務大臣政務官、ね、いやもうこれで次の質問に入りますんで、では結構いいのかい。はい、それじゃあ平瀬中野さん結構です。どうもありがとう。はい、次に名古屋で起こった交通事故についてちょっと お聞きしたいと思いますけど、これは中島議員が予算委員会でも質問してますけれども、まあ、これ大変に、許しがたい、極めて悪質な事故があったわけですけれども、まあ、これに対して、まあ、今日は被害者のご家族の方も来られてますけれども、まあ、要するに危険運転致死がの罪が適用されないで自動車運転過失致死になっていると、これはおかしいんじゃないかということなんですけれども、まずこの名古屋の事故の概要についてこれは警察をちょっと説明してくれますか。石井交通局長。ご指摘の事件は昨年の10月30日名古屋市北区において運転免許を有していないブラジル人が飲酒の上、無車検無保険の普通乗用自動車を運転し、信号のない交差点で自転車で通行中の男性をひき逃げし死亡させたものでございます。愛知県警察においては所要の捜査を行い、10月31日、自動車運転過失致死及び、道路交通法違反により名古屋地方検察庁に、送致し、同年11月18日に起訴されたものと承知をいたしております。委員長、平沢克也君。今の警察庁ね、今の話を伺ってますと、要するに無免許でしょ、そして 無保険 無車検、そして事故は2回やってるんでしょ。まず1回を、その酒にまずテキーラ6杯ビール3杯飲んで、でかなりの酒酔い状態で運転して、それでまず1回目の事故を起こして、そこで追突事故を起こして運転手に怪我をさせて、そこから逃げていくわけでしょ。で逃げて2回目の事故を起こす。で2回目の事故を起こすときに相当のスピードを出してる、そしてぶつかって一方通行を逆走して、そしてぶつかって、それで自転車で通行中の大学生の方を引いて、それでその方はお亡くなりになられちゃうんですけども、そしてそのまま逃げてしまうということですよね。これだけいろんな交通悪というものが全部含まれている事故というのは珍しいんじゃないですか。これ本当に過失というよりむしろ故意じゃないですか。警察庁交通局長。警察庁石井交通局長。先生ご指摘のとおり極めて悪質な交通違反だというふうに認識をいたしております。交通事故だと、認識しているところでございます。愛知県警察におきましても、危険運転致死傷罪の立件の可能性を視野に鋭意、捜査を進めてまいりましたが、この判例等に照らして、危険運転致死傷罪の適用がなかなか難しく、自動車運転、過失致死及び道交法の違反で、名古屋地方検察庁に送致したものというふうに聞いております。委員長、寺澤克也君。いや今イミジクも交通局長言われたように極めて悪質なケースですよね。これ極めて悪質なケースで、それで危険運転致死を適用しようとしたけどもなかなかできないと、こういうことですね。じゃあ法務省に聞きますけど、まず危険運転致死傷罪というのは2001年に新しくできた
犯罪ですけれども、これ今までは交通事故は過失だったんだけど、悪質なものは故意にしようということで、2001年に刑法を改正してできた法律ですけれども、できたところ、できた時のいきさつを教えてください、法務省。稲田刑事局長。お答え申し上げます。ご指摘の危険運転致死傷罪は、平成13年に刑法の一部を改正して新設されたものでございます。その経緯でございますが、改正当時、飲酒運転でございますとか、著しい高速道運転などの悪質かつ危険な自動車の運転行為による死傷事犯が少なからず発生しておりました。それまではこうした事案につきましては、ご指摘のように不注意な運転行為によるものとして業務上過失致死傷罪により処罰されていたところでございます。しかし業務上過失致死傷罪はこうした事犯の悪質性や重大性に的確に対応していないというようなご批判が被害者やその遺族をはじめ広く国民の間から起こり、その刑が軽すぎるということで罰則の整備を求める声が高まったというふうに認識しております。そこで事案の実態に即した適切な処罰を行うため、危険運転致死傷罪が新設されたものと理解しております。危険運転致死傷罪は悪質危険な自動車の運転行為のうち重大な死傷事犯となる危険が類型的に極めて高い運転行為でありまして、刑法で定めております暴行罪の結果的過重犯であります傷害罪、傷害致死罪に準じた重い法定刑により処罰すべきと認められる類型を、まあ、いわば切り取って限定した形で危険運転行為としているというものでございます。平沢克也君。今の刑事局長のご説明聞いてますとね、まさにその通りなんで、極めて悪質なケースを危険運転致死に適用しようということで、そして故意犯として罰しようと、重く罰しようということでこれできたんでしょ。今回のこの去年の10月の名古屋の事故、これは先ほど警察庁交通局長極めて悪質と言われましたけど、これ以上の悪質なケースというのはないんじゃないですか。もう一回言いますよ。無免許、無保険、無車検、酒はテキーラ6杯、ビール3杯、そして運転してまず事故を起こす、そしてそこで直ちにまた今度逃げる、そして逃げて一方通行逆走してて、そして横断歩道を渡ってる大学生を引いて死に至らしめたと。これ以上の悪質な事故ってはないので、もしこれが適用されなかったら、そもそも危険運転致死傷罪というのはこれ何のためにあるのかということにもなりませんか。これは法務省の滝副大臣もう早く大臣の方がいいと思うんですけど、まあ、副大臣、はい、滝法務副大臣。ただいま刑事局長からこの中身については概略申し上げましたけれども、確かに警察庁の交通局長からもお話ございましたように、大変悪質度の高い事案だというふうに私どもも認識をいたしております。ただ具体的にこの刑法の規定を当てはめるにはですね、あまりにも制約が多いということも平沢先生ご案内のとおりだと思います。当時この法案を作るときにですね、衆参の法務委員会で、この拡大解釈をしないようにと、こういうような質疑が行われました。そしてその質疑をもとにして、衆参の法務委員会で、この刑法一部改正をする際に付帯決議までしているわけですね。ともすればこの重罰化という傾向の中で、とんでもないところに行っちゃうんじゃないかと、こういうような危惧があったと思います。まあ、したがって、4類型というふうに申し上げましたけれども、その4類型を拡大解釈せずに、その中で、きちんと起訴するようにと、まあ、こういうようなことがございましたもんですから、この一般から見ると何のためにそれじゃ こういう特別罪を作ったのかというような批判もあるんでございますけれども、当時の立法の趣旨、それにいわば捜査当局も、それから刑事告発する検察庁も縛られているというのが実態ではないだろうかなと、こういうふうに思っております。委員長。
平沢克也君。まあ、今副大臣が言われたのはその通りだと思いますけれども、確かに立法時はですね、いろいろと国会で議論がありまして、もともと交通事故というのは過失犯なんで、それを故意という形で厳罰にいたずらに拡大解釈すべきじゃないということで、いろんなタガがはめられたことは事実ですけれども、実際に運用してみるとやっぱり現場を見ますとやっぱりいろんな問題があるんで、これからできるだけ酒酔い運転とかこういったもので事故を起こしたものは厳しく罰するということで、これをもっと適用すべきじゃないかという声が多くの国民の間に、とりわけ被害者の関係者の方にあることも事実なんです。で、これは私は当然のことだと思います。で、そういった声を受けてかどうか、裁判所の考え方も変わってきてませんか。例えばですね、福岡で2006年に橋の上でですね、酔っ払いがですね、車に追突したと。追突した煽りで、その前の車は川の中に落っこっちゃって、3人の幼児の方がお亡くなりになられたと。で、これについて、福岡の一審では、危険運転致死傷罪じゃなくて、自動車運転過失致死を適用しましたけれども、高等裁判所、それからつい去年でしたかね、あれ、最高裁の判決では、危険運転致死を適用しているんです。ですから、一審段階では確かに厳しいあれだったのが、だんだん解釈も変わってきているんじゃないかなと思いますけれども、ですから、今、現場はそういう考えなのかもしれませんけど、それ考え方変えてもいいんじゃないですか、どうですか。滝副大臣。確かに平沢議員がおっしゃるように、福岡地裁あるいは福岡高裁、そして最高裁の一連の流れを見ますと、最初福岡地裁で判決は過失致傷罪ということでございましたのが、高裁最高裁いずれも危険運転致死罪というふうに変わってきておりますから、そういう意味では判例も少しずつこの条文についての解釈がある意味では確定してきたと言ってもいいような状況ではないかということはご指摘の通りだと思います。で、そういうような動きも おそらくこの名古屋地検にいたしましても愛知県警にいたしましても、そういうことを含んで、捜査段階から危険運転致死罪ということを前提にして捜査活動をやってきたことは、これはもう否定できない、その通りだろうと思います。ただ現在のこの法解釈、立法趣旨から言うと、検察当局がこれを危険運転致死罪として、起訴するには、これはやはり制約があったということだろうと思います。ただ判決も少しずつ積み重なってまいりましたから、そういうことを受けて、基本的にこの刑法の扱いをどうするかということは、ご指摘のとおり、検討をしていかなければいけない、まあ、そんな段階を迎えているんだというご指摘であれば、私はその通りだと思っております。委員長、平沢克也君。それでは法務省の刑事局長に聞きたいんですけれども、条文でですね、例えばですね、アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態と、これは具体的にはどういうことを言うんですか。稲田法務省刑事局長。お答え申し上げます。今ご指摘の点は、刑法208条の2の第1項前段にあります、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態であったかと、こういうことによる危険運転致死傷の成否ということであろうかと思います。で、これは極めて個別具体の事件における当てはめがどのようにあるかということにも関わるところでございますが、先ほどご指摘のありました最高裁判所の判例の中では、この状態であったか否かを判断するにあたっては、事故の対応のほか、事故前の飲酒量および酩酊の状況、事故前の運転状況、事故後の言動、飲酒検知結果などを総合的に考慮すべきであるというふうに指摘されているところでございまして、それらの事情を総合的に考慮して、この208条の2の第1項前段に該当するか否かということを判断していくものというふうに承知しているところでございます。委員長。平沢克也君。今のいろいろ刑事局長の説明聞いてますと、
今回の名古屋の事故についてもこれを適用してもおかしくないんじゃないかなという感じがします。むしろ適用するべきじゃないかなという気がしますけれども、もう一つ刑事局長聞かせてください。その進行を制御することが困難な高速度で、またはその進行を制御する技能を有しないと、これはどういう意味ですか。稲田刑事局長。ただいまご指摘のありました部分につきましてでございますが、これは具体的にこれも当てはめの問題でございますが、最初にも申し上げましたように、この危険運転致死傷罪というのはその立法の経緯からいたしまして、暴行罪に準ずるような行為、つまり具体的に人が人を殴るというような形に近いような運転行為を捉えているというふうに考えているところでございまして、今ご指摘の部分につきましても、車の走行のコントロールが困難な状態で運転しているというような状態を指しているのだろうというふうに考えております。ただいずれにいたしましても、これにつきましても個別具体にどういう状況の中でどういう運転をしていたかということによって当てはめていくことになろうかというふうに考えているところでございます。委員長。平沢克也君。官房長官すみませんね、官房長官は本当はお帰りいただこうかと思ったら、この次の竹本委員も呼んでいるということなんで、ですからそのままお願いします。申し訳ございません。それで刑事局長ね、当時これが法律ができたときですね、その進行を制御する技能を有しないというのは必ずしも無免許ということではないということで、いろいろなんかわけのわからないような議論がいっぱい重ねられて、質問者の佐々木智子議員もなんか意味がさっぱりわからないというようなことを言っているんですけれども、免許持ってなかったらその制御する技能を有しないと、もうはっきり言っちゃったらどうですか。それを言わないからこの要するに現場が混乱したんですよ。免許持ってなかったら技能有しないのは当たり前じゃないですか。なんでそれがストレートに言えないんですか。免許持ってなくてもね、どうのこうのなんていう議論をする必要もないじゃないですか。稲田局長。お答え申し上げます。無免許による運転行為で、我が国でも多数の無免許運転が検挙されているところでございますが、無免許運転の行為の中にも、運転免許の更新手続きを忘れたことなどの、いわばもともと運転技量を有するものが手続き上のミスで免許を持っていない場合ももちろん含まれますし、これは多くはないのかもしれませんが、免許を実際に持たずに相当長い間運転手をやっていたような例も側聞するところでございまして、無免許であるから即先ほど申し上げましたような暴行に準ずるような類型的に危険な行為であると言い切れるのかということにつきましては、立法当初の議論の中ではそういうふうにも言い切れないだろうということで、無免許であれば全てが危険運転であるというふうにはされなかったというふうに承知しているところでございます。委員長。平沢克也君。立法時に今のような議論があったことは分かりますけれども、私が聞いているのはその議論はおかしくないですかという、そうしたら無免許で運転していてある程度の技能があればこれが適用されないということになれば、無免許である、程度運転していたらそっちの方が本人のプラスになっちゃうということになりますよ。ですから当時の議論は分かりますけれども、それは今おかしくないですかということを聞いているんです。刑事局長、もう一回お願いします。稲田刑事局長。繰り返しになりますけれども、危険運転致死傷罪に言います危険運転行為というのは、危険行為が類型的に極めて危険性が極めて類型的に高い運転行為、行為の行為とみなしうるものを類型的に切り出したという形からいたしますと、その法的にその免許が与えられているか否かという問題と必ずしも一致はしないのだろうというふうに考えているところでございます。委員長。平沢克也君。時間があれですけれども、この条文の中にはですね、赤色信号またはこれに相当する信号をことさらに無視しとこうあります。で、今回はたまたまその横断歩道に信号がなかっただけで、信号があったってこれ無視したに決まってるんです。これはね、それでなぜかというと、論告の中に何て書いてあるかというと、現場から50メートル手前のところで、
もうその交差点があるということは分かっているにも分からなきゃなんないにもかかわらず、本人は全然その交差点を分かってなかったと、交差点の存在に気づいてなかったということが書いてあるわけですから、これ信号があろうがなかろうが無視したに決まっているわけです。ですから論告にここまで書くんであれば、もうこれは明らかに、もうこれはもうここの条文に言う赤色信号、またこれに相当する信号をことさらに無視しと、これに該当するんじゃないですか、刑事局長。稲田刑事局長。ただいまのご質問は、現在裁判継続中の事件の個別の事件事実関係に関わるところでございますので、法務省としてお答えするのはご容赦をいただきたいと存じます。委員長。平沢克也君。で最後に官房長官と国家公安委員長にと、滝副大臣にお聞きしたいと思いますけどね、今回の件ですね、論告の最後のところに何て書いてあるかというと、本件は危険運転致死事件にも被験すべき前代未聞の悪質な自動車運転過失致死傷等事件であるから、その悪質さに応じた厳罰をもって臨むことが絶対に不可欠であると、こう書いてある。前代未聞の悪質な自動車運転過失致死傷罪、そんなんならなんで危険運転致死傷罪を適用しないのかという疑問が起こるんですけれども、ここまで書くならですよ、危険運転致死傷罪にも被験すべきと、これもちょっと意味がよくわからないんだけど、要するに危険運転致死傷罪と同じだということを言ってるわけでしょ、被験すべきですから。まず滝副大臣。滝副大臣。確かに控訴のですね、文書の中に量刑を求めるところでそういう文章がございます。要するに、危険運転致死罪にもするべき悪質な事案だと、こういうことで量刑をそういう意味では10年ですか、それを求める際の理由というか事情説明に使っているわけでございます。したがって、当時の検察官も極めてそういう観点から悪質だというふうに認識をしながら、しかし今の法律に縛られているとすれば、それはやはり過失罪でいかなきゃしょうがないと、こういうにじみ出る文章ではないかと私も思っております。私のところにも実はご家族の方から法務大臣宛てにこの天罰を記された手紙をいただきました。それをずっと見ておりましても、本当に問題のある事件だというふうに認識しておりますし、その手紙の中にも YouTube を見てくださいというものですから、私も昨日 YouTube を見せてもらいました。そういういろんなことを考えれば、確かにご家族の気持ちも分かりますし、大変残念な事件ではあったんですけども、基本的には検察当局というのはやっぱり法に縛られると、こういう従来の立法過程から制約があったということで、私どもこれはご理解をいただかないといけないかな。ただ判決も出てまいりました。そういうような数字の判決をもとにして、もう一遍、厳格に解釈してきたその中身を洗い直していくということは必要かなというような判断を迫られる今回の事件ではないだろうかな。ただ今のところ3月9日に、名古屋地裁で、判決が予定されていることでもございますから、具体的に踏み込んだ応対をするのはいかがかと思いますので、この程度で、ご勘弁をいただきたいと思うんです。はい、委員長。平沢克也君。最近は被害者の方のお気持ちというのをできるだけ、今までは必ずしも配慮してこなかったんですが、できるだけ配慮しようということになってきたことは非常に喜ばしいことだと思うんです。で、刑事訴訟法を改正して、時効の、一定の犯罪について時効廃止なんていうのは、これは被害者の方がこれ廃止してくれということで廃止したんです。私たちは時効があることを当然と思ってたけど、被害者の方がこれはおかしいと、廃止してくれということで廃止になったんです。これはおととしですけど。ですから、被害者の方のお気持ちっていうのは十分私たちは考えていかなきゃならない。で、今日は被害者の方来られてますけれども、被害者のご家族の方来られてますけれども、やっぱりご家族の方もそれは当然ですよ。私たちがこの大学生の親だとしたら、これはとてもじゃないけども、これはもうとても許せないと
ということになるだろうと思いますけれども、それでこの問題については特に名古屋の近辺の方は大変に関心を持っておられて、この問題の行方を注目しておられるようでございますけど、そういったことを踏まえて松原大臣いかがですか。松原国家公安委員会委員長。まずもって今回の事件でご子息を亡くされましたご遺族の皆様には心よりお悔やみ申し上げたいと思います。危険運転致死傷罪は悪質な交通事故事件に対する国民の厳罰化機運の盛り上がりを背景として平成13年の刑法改正により創設をされました。名古屋における事案についてはご遺族の心情を第一に考えると、このような事案について危険運転致死傷罪を適用すべきとの声があること、また危険運転致死罪の適用を求める約4万9000人の署名が集まっていることも承知をいたしております。このことは今回の事件を多くの方々が悪質な、極めて悪質な交通事故としてご遺族の皆様と同じ感情を持って怒り捉えていることの証であり、重く受け止めなければいけないというふうに思っております。今回の事案については、ご遺族の方が愛知県警察による説明に納得されておらず、ご不満をお持ちであることも承知をしており遺憾に思っております。他方、危険運転致死傷罪創設の際、ただいま滝副大臣からもお話がありましたような立法の段階における議論がありまして、その対象を不当に拡大し乱用すべきではないとの付帯決議もございました。今後とも交通事故の被害者やご遺族に対し捜査状況の説明やその心情に配慮した継続的な支援などを行うよう警察を特例してまいります。以上です。委員長、平沢克也君。今松原大臣の言われたこと、それから前の滝副大臣が言われたこと、全くその通りなんですけれども、やっぱりおそらく現場はですね、今までのいわば流れみたいな形で、やっぱり社会が大きく変わっている、被害者のお気持ちも大きく変わっていると、そういうのに必ずしもうまく適応していなかったんじゃないかなと。ですから今回のケースはむしろ危険運転致死罪でもう起訴して、それであとは裁判所の判断に任せるべきだと私なんかは思いますけども、まあ、いずれにしましても個別具体的なことについては言えないかもしれませんけども、とりわけ名古屋をはじめとした地域の方が大変に関心を持っておられますし、全国でこの交通事故でご家族を亡くされた方、そういった方を含めて全国でこの問題に関心を持っておられる方がたくさんおられるんです。私たちだっていつその立場に立つかわからないんです。そういったことを踏まえて官房長官、一言お願いします。官房長官。私も個別具体のことに立ち入っては申し上げませんが、交通事故によってかけがえのない家族を亡くされたご遺族の心情についてはまさに筆舌に尽くしがたいものがあると、考えております。平沢先生ご存知かどうか、私はこの今政治家であるその一番の原点は実は昭和40年代の交通戦争と言われた時代の家族を酔っ払い引き逃げで2人亡くした、その方の訴えが全国にこれは非常に大きく広がり、そして交通事故交通維持の問題、それに私も参加した、もう40年来この問題に携わってきている者の一人ではございます。今議題となっている危険運転致死罪は今後きちんと適用されるように厳密な捜査によってこれは的確に適用されるように求めていきたいと思います。委員長、平沢克也君。官房長官ありがとうございました。いずれにしましてもせっかく法律ができたんですから、その法律が現場で使い勝手が悪いということでしたら、これはやっぱり、法律を改正するか、あるいは運用を改めていく以外ないんです。で、私は法律はこのままでも運用さえ改めればいくらでももうちょっと使い勝手が良くなるんじゃないかなと。悪質な交通犯罪というんですか、これはもう全く後を絶たないわけなんで、やっぱりこれは厳しく社会に警鐘を乱打していくためにも、私はこの危険運転致死罪をもっと積極的に適用してもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。滝副大臣と官房長官はもう時間ほとんどありませんけどごめんなさい、結構でございます。ありがとうございました。
どうもありがとう。それから松原大臣にお聞きしたいんですけれども、先日捜査手法取り調べの高度化を図るための研究会が最終報告書というのを出しました。で、この中で、まあ、いわば可視化の問題ですね、取り調べの可視化については、否認事件等にも含めて拡大するというような方向性が出ているわけですけれども、この報告書について松原大臣の見解を教えてください。松原委員長。ご指摘の最終報告は、治安水準を落とすことなく取り調べの可視化を実現するための検討を行ってきた結果を取りまとめたものであります。最終報告では、制度としての取り調べの可視化についてさまざまな意見や考え方が示されるなど、難しい問題であることを改めて認識をいたしました。他方、警察における取り調べの録音録画の思考の拡充、取り調べ及び捜査手法の高度化について、大きな方向性を示していただいたものと認識をいたしております。取り調べの可視化や捜査手法のあり方については、現在、法制審議会の特別部会において、調査審議が行われているところであり、捜査の多くを担う警察としては、この最終報告も踏まえて議論が行われることを期待いたしております。国会委員会と国家公安委員会においては、警察庁に対し、最終報告の提言を踏まえ、法務省とも連携をしつつ、速やかに必要な取り組みを進めていくよう指導してまいります。委員長、平沢克也君。可視化の拡大は、まあ、それはそれで結構なんですけど、これはまあよく言われることですけども、欧米は可視化は確かに日本よりはるかに進んでますけども、同時にいろんな武器が捜査当局に与えられているんです。で、これ可視化がどんどん拡大することによって、治安水準が落ちたら何にも ならないわけなんで、問題は捜査手法を、ね、の高度化にどう対応するかということで、可視化を進めるならそっちの方も当然きちんと検討していかなければならないと思いますけれども、この報告書の中でも例えばデータベース化、ね、DNA 型のデータベース化、こういったことについては言及されていますけれども、それ以外のいろんな捜査手法の問題については検討が必要とか、そういったような形で書かれているんですけれども、これについては松原大臣はどう思われますか。松原委員長。委員会においては、研究会においては、 DNA 型データベースの拡充、通信傍受の拡大、会話傍受、仮想身分操作、量刑減免制度、会話傍受、仮想身分、量刑減免制度、王冠承認制度、司法取引、刑事免責、証人を保護するための制度、被疑者被告人の虚偽供述の処罰化、黙秘に対する推定、刑法その他の実態法の見直しと、さまざまな手法について議論がなされてまいりました。研究会においては、諸外国では取り調べの果たす役割は我が国に比べて低い一方で、我が国にいない多様な捜査手法が委員ご指摘のように取られていることが明らかにされました。例えばイギリスでは DNA 型データベースに約560万件のデータが登録、通信傍受については年間1500件の令状が発布、有罪答弁を行った者についてはその時期等を考慮して刑を軽減する制度の導入されるなどとしていることも報告をされました。研究会で議論された捜査手法については有効性、相当性を踏まえつつ、警察において取り組みを進められるものであり、その実現に向け検討を進めると認識をいたしております。他方、刑事訴訟法等の改正を要するなど、警察のみの取り組みでは実現できないものも多いことから、法務省をはじめとする関係省庁と連携しつつ、個々の捜査手法について検討を進める必要があると認識をしております。また、時代に即した新たな刑事司法制度を構築するため、現在の法制審議会の特別部会において、調査審議が行われているところ、先般法務大臣と協議しており、研究会の最終報告を十分に踏まえて検討を進めていただきたい旨申し上げました。国家公安委員会としては、できる限り速やかに必要な取り組みがなされるよう、警察庁を指導してまいりたいと思います。以上です。平沢克也君。松原大臣いいんですけど、もうせっかく松原大臣ですから、そんな面も読まないで
ご自分の言葉で言ってくださいよ。それはおそらく事務方か、あれ、松原大臣らしくない。もう自分の言葉で言ってくださいよ。じゃあ、松原大臣にね、最後に、まあ、聞きたいこと山ほどあるんだけど、最後にじゃあ、ご自分の言葉で言えることを、質問しますんで、その拉致問題についてですね、まあ、記者会見でね、こういうふうに言われてます。最初は大きな進展があったと。その後、なかなか進展がないと。で、一つはこの10年間の総括をきちんとやっていく必要があると。で、そうした中で、どういうことが有効か、今後真剣に検討していきたいと。で、早い段階でそういったプランを考えていきたいと。こういったようなコメントをされてますけど、確かに拉致問題というのは、2002年の小泉訪朝、そして2004年の5月、7月にご家族が帰国された。それから、実質的な進展というのは全くないんです。あれから。それで、日朝協議も2008年の8月以降、全く閉ざされたままなんです。で、拉致問題についての具体的な進展は、ともかく2004年の7月、曽我さんがインドネシアに、経由で日本に帰ってこられて、以降、具体的なものは何もないんです。これは何が、今度ご自分の言葉でお願いします。何が原因で、今後どうしていったらいいか。あの国はああいうことなんで、それは向こうが問題があることは分かってるんです。その問題のある国を相手にして、一日も早く解決しなければならない。時間との勝負の面もあるわけです。で、どうしたらいいのか、松原大臣。松原国家公安委員会委員長。まあ、拉致問題がこの10年間、非常に進展がこれといって見られなかったことは事実だろうと私は思っております。まあ、昨年12月に、金正日国防委員長が死亡したことを受けて、新しい北朝鮮の体制が生まれたことにより、私はこの拉致問題において進展の可能性があると、このように思っておりまして、私の立場からはあらゆる接触を行い、そしてその解決に向かって進めていきたいと、このように思っております。委員長。安田克也君。拉致問題は、これは もちろんいろんな接触も、もちろんあれですけど、結果がすべてなんですね、これは。結果ができなければ、いくら交渉しても、いくらね、いいことを言っても、何もならないんです。結果が出なければ、何の意味もないんです。で、相手が相手だけに、これ、結果出すってことは、大変に難しいわけですけれども、松原大臣は、結果出すことに、これからね、全勢力を傾けていただきたい。その自信だって、俺、相手があることですけれども、その決意のほどをもう一回聞かせてください。松原委員長。拉致に関してですね、私はさまざまな場面で北側に対してメッセージを発しているつもりであります。で、先般も予算委員会で申し上げたのは、まあ、野田総理がですね、日朝国交正常化という議論も含め、拉致問題が解決しない限りありえないということを明言し、私は関係者の方々がおられなくなったときに拉致問題は永久に解決できなくなると。そのことはどういうことを意味するかというのは、総理の発言と文脈を合わせれば明らかであると、こういったメッセージも出しながら、時間がないのは双方でありますが、関係者がいる間にしか解決はできない。それは風化するということではなくて、永久に日朝の溝として残るということをメッセージとして挙げております。こういったことを含め、きちっとした北側にメッセージを届けて、解決に向けて頑張っていきたいと思っております。平沢克也君。松原大臣にはぜひ頑張っていただきたいなと思います。今日は元通信傍受も含めていろいろお聞きしたいと思ったんですけれども、これはまた別の機会に松原大臣にお聞きしたいと思いますし、官房長官また別の機会に村木さんの問題ですね、村木さんについて処分が出されましたけど、あの問題について、お聞きしようと思ったんですけど、時間が今日はないので、ここで、終わりますけど、また次回にさせていただきたいと思います。官房長官、ありがとうございます。